畜報の平和子です今日は最悪がこの上もない喜びにというテーマでお話をさせていただきます今から10年ぐらい前私の誕生日に起こった最悪と思える出来事です父からの電話でお昼になっても母が起きてこないというのです2、3日前から風邪気味なのか体調が悪そうだったので起こさなかったけど 様子がおかしいといとうのですそれですぐに実家に行き車で15分ぐらいなのですが実家に行き母の様子を見て救急車に連絡をしました日頃元気な母が突然意識不明になり救急車で病院に運ばれるということになって本当にびっくりしましたそして救急車の方が「障害が残るかも分かりません」と言われたので「大変なことになった」 と思いましたでも良いことも悪いことも全てのことを感謝することを聖書から教えていただいていたので救急車の後を車で追いながら「母が意識不明になったことを感謝します」「後遺症が残るかもわからないこと感謝します」起怒っている現状を丁寧に感謝し主が全てを駅に変えてくださることを感謝しました。 病院でいろいろ検査をした結果熱中症ということで点滴をして様子を見て帰っていいと言われましたしかし多弁な母が全く話さず私たち家族のことが判断できていない様子なので帰宅せず病院で様子を見て欲しししいいとお願いしました。医師は了解してくださり念のために脳梗塞の薬を点滴に入れてくださいました 入院して検査の結果、大変なことが分かりました。肺血栓側栓症、心部静脈血栓症、不正脈と分かり、医師から、これで生きていることが不思議と言われました。また、喉に大きな腫瘍があり、治療にあたって腫瘍内出血を伴う可能性があることを知らされ、万一の時の覚悟をしておいてくださいと言われました。 命の危険が伴うことを感謝し祈りの連絡網で皆さんに「鳥なしのお祈り」をお願いしました呼吸が浅く不整脈で焦点するのかと思われる状況がしばら,しばらく続きましたが皆様の「鳥なしのお祈り」によって主が癒してくださいました意識不明の時間が長かったにもかかわらず後遺症が残ら,なかったを主残らなかったことを主に感謝しています 母は世界で一番大きい韓国の教会に一度は行ってみたいという願いを持っていました大病になったことで長男がおばあちゃんを飛行機に乗せてあげて念願の韓国のヨいド純福音教会に連れて行ってあげてと夏のボーナス全額を捧げてくれましたそれで日本語の上手なガイドさん付きでワゴン車をチャーターしてもらい母の体調に合わせて教会と 祈祷院にににも行行くくここととががでできき快適韓国ました母が意識不明になったことを感謝したら母の隠れていた病気が発見され適切な治療をしていただくことができて寿命が延ばされています。また生まれて初めて飛行機に乗ることができ念願の韓国の教会に行くことができました。祝福はまだ続きます。1年後。 夏の白馬キャンプにもう一度母も行けるように祈っていたら祈りの中でフェリーという思いが与えられました毎年車で高速を使って167時間かかって行っていましたフェリーにすると運転する私たちも楽なのでフェリーで行くことにしましたところが6月末に母は再び意識不明になりましたがすぐ回復しました今回も 感謝の祈りをしましまたすると母が子どもの頃に高いところから落ちて一度転換になったことを主は思い出させてくださいましたどうして意識不明になるのか検査でわからなかったのですが主が原因を教えてくださいましたそれで医師にそのことを伝えることができましたフェリーの予約をした時に船内ライブの募集をしていたので往復応募してみました すると、許可が出て、フェリーでゴスペルライブができるようになりました。ところが、その頃、フェリーにはライブ用の設備がないので、持ち込まないとできないことがわかりました。そのために、もう一台車を出すこともできないので、そのことを感謝したら、びっくり。病気をしても、なかなか休ませてもらえない娘が、私たちがフェリーに乗る日と帰る日に、 会社の都合で休みになるということを主がしてくださいましたそれで娘がフェリーまで機材の運搬をしてくれましたさらに驚いたことに名門太陽フェリーの会社のご好意で優待にしてくださり車一台と6人の乗船料金、個室料金、6人の食事代の往復を無料にしてくださいました 母が倒れた時にはこんなすごい結果になるとは思っていませんでした。入退院を繰り返した母も私たちと一緒に1時間3秒していました。主を褒めたたえます。最後までお話を聞いてくださったことを感謝します。